固体涼子チャンネル。毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、固体涼子です。1分ノーベル物理学賞解説。1981年は、ニコラス・ブルームバーゲンさん、アーサー・ショーローさん、カイ・シーグバーンさんで、受賞理由は、ブルームバーゲンさんとショーローさんが、レーザー分光学への貢献。シーグバーンさんが高分解濃厚電子分光法の開発です。カイ・シーグバーンさんは、1924年受賞のマンネ・シーグバーンさんの息子さんです。ショーローさんは、1964年にノーベル物理学賞を受賞したタウンズさんと一緒に、可視光レーザーの理論的基礎を作り上げて、発明にも大きく貢献しました。当時は光学レーザーって呼ばれてたみたいです。そして、ブルームバーゲンさんは、レーザーの発明によって可能になった高強度の光に対する物質の応答の学問、非線形光学の創造に大きく貢献しました。一方、光電子分光法っていうのは、物質に特定のエネルギーの電磁波を当てて、光電空間で飛び出してきた電子のエネルギーを測ることで、出てくる電子のエネルギー依存性から、物質の電子状態を調べる方法です。シーグバーンさんは、X 線を使った高分解濃厚電子分光法を開発しました。この手法は、現代では、XPS とか ESCA とか、単純にPESとか呼ばれてます。ちなみに、1981年は、世界で初めて、ES 細胞の作成に成功したことが報じられた年みたいです。ほなまた次回。